っぱい買いました、はい、買いました。まずここにございます、はい、なんか以前ねハマグリならなんか無限に食えるとかね毎回出る無限説で、そしたらはい、ハマグリ大量に買いました。うわうわでかっぱやんけ、でっかすげえ。数にして500個、500個で約何キロかは忘れたんです。まだまだあります。そしてここはさらにじゃん、はい開けてください、はい、これも開けてください。いやーえぐいよこれは。使った方がいいっすよね。あそうだね、なんかいろいろ使うもんね、釣りの時に、うん、いやー氷買わんでよくなるってですね。なんか食べれるって言って商品を楽しむまでが早かった。早かったね。すごいやった。すっごい20キロ。これ重たい。養殖やろかね。養殖。綺麗だね全部。めちゃめちゃでかっか一つ。でかいでかいでかい。やばっかこれ。おい三四個ぐらいしか出ないね。アホ。はい。まあ、最初まあ蒸しながら食ってもいいし、はいはい、まあ最初蒸しながら食って、はいはい、まあ飽きるだろうから、はい、まあ焼きでもいいし、酒蒸しでもいいし、まあお吸い物作ってもいいし、ちょっとね。酒蒸しは。一番なんかいけそうね。うわ、匂いってこの匂い。あ、来てる来てる。来とる来とる。ちょっとペトリやっておらんかよ。ペラーペラー。やっぱなんか遊べそうやもん、おはじきの。でも美味しそうですね。美味しそうやね、うん、はい、出しました。よし。冷めたい。なんで、こういう、こっちのカラーはこの色、こっちのカラーはこんな色とかおらんすね。大体一緒にやるんですね、カラーとこっちのあのアシンメトリーが取れておりますね、うん、よし、それでは、はい、最初は蒸しで、以前考えに、うん、そのまんま蒸すだけ。そう、最初はね、うん、で、ポン酢とかつけてもいいし、はい、はいはい、じゃあちょっと入れますよ、この入れましょうか。はい、何個ずつ入れてくる。考え焼きはとりあえずうまいっていうのは知っとるけどね。で、必ずね、秋が来るはずなんです。そうね、こんだけあるからね。わからないよ、秋だって全部感覚できちゃうかもしれないし、マジで。お、先それもう先に入れちゃう、入れない感じ。いや、酒蒸しはまた別でしょ。あ、最初もうそのままの、うん、そのままのそのままのそのままのやつでいく感じ。これやばっか。どっちかか、ちょっとだけ入れようか。ちょっとじゃあ、ちょっとだけ。いやいやいや、いはいはい、はい、あで、この中でも焼きおく。そうやね、焼きハマ、いいやね、焼きハマグリ、グリ確かに焼きハマしとくよ、焼きハマグリってな焼きハマグリ、いろいろ抜けてこれでもいろいろ食えるっちゃない焼きハマ、ね、よし、どうしましょう。はい、パン焼き、まずはシンプルに蒸し、はい、点火しますよ、はい、点火。おおって言ってもこれだいぶ時間かかるやろ。そうね、まあそこはこういう、はい、10分15分で、今回もあのカンカン焼きでお世話になった、はい、丸加水さんから買いました。加水さんさんですね。ありがとうございます。じゃああとは待ちですね。はい、なんか作ってもいいな。優しいやろ、俺辛いでと鶏皿持ってきて。辛いで優しいやろ、辛いで持ってきて優しいやろ。何個食ったかカウントしていかないんですよ。確かにカウンターをとか、まあ30個は食べれる俺30個はね、500個あるやで、どういう計算した。徳ちゃん何個食べれる俺…3つ、あ、3つぐらい食える。1人200個は食べると思う。200、200 100、なんで100。俺も20ぐらいは食えるかな。そのなんか美味しい、ね、美味しいものってさ、どこで飽き来るかが未知数じゃないですか。肉とかわかるじゃないですか。これがあの量を見せられたらやったら、うん、もっと食えたかもしれない、うん、なんかないって思ったら食ってしまうっていうのがあるやん、うん、そうね、それがまだあるまだ食えたらもういいなってこう言うと中のこぶれてる。いや分からん、ブリッとしてるかもしれない。してるやん、ね、体こんぐらいの時にもうらわけなんでまいねあんたらまいもう湯気出始めた。ここにもう一個コンロ置いて、そこで酒蒸し作るよ。ああ確かにね、いいね、人が刻んで、うん、それやばい。ちょっと材料準備していきます。はい、はい、あの手この手でいっぱい食べましょう。オッケー。はい、はい、じゃあはい、ちょっとフライパンをください。フライパンをあげます。玉ねぎを入れますよ。フライパン、フライパン、フライパン、でもお酒入れてこいですかね。はい、お願いします。はい、丸いガーリック、ガーリック、ガーリックもあるよ、塩もあるよ。大丈夫大丈夫大丈夫、はい、
もっと入れて、はい、お醤油もちょっと入れましょうか。そっちの方が美味しそうじゃないですか。うん、いいと思う。醤油ね。はい、塩ほんの少々。醤油もほんの少々。もう香りと、よし、はい、えい、はい、酒蒸ししていきましょう。フティしながら、あれ、いきます。はい、はい、あ、ナイス、ナイス、二度と取れない。開けるよ、じゃあ、はい、開けて、ちょっと隙間開けて、はい、隙間、せーの、食べれるぞ、せーの、オープン。あっちー、あっちー。じゃあ、いただきます。記念すべき1個目。じゃあ1個目は何のあれもつけずに食べますね。そうですね、醤油なんも、いただきます。いただきます。うまこのハマグリ、うまっ。じゃあ、うまっ、2個目いきます。え、もうそうやん。あのね、身がでかい、ね、うまっ。身がでかいね。うまいね。そういうとね、めっちゃ噛まんといかんみたいな、これ噛んだら満腹中枢が刺激されて。2個目、おめ、いや、めっちゃうまい。ちょっと、じゃあ次はポンで、これも、あ、これポンじゃなくて小で、小でいきます。辛いでは、これ、うん、これこれ、はい、結構くるね。ねえ、ボリューミーやで、猫でね、だいぶ。でもめっちゃうまい、めちゃくちゃうまい、醤油めっちゃうまいよ。うまいですか。うん、よっしゃー、ごちそうさまでした。いやいやいや、何個食った。3個食ってもう満足。ポン酢いきます。焼き物持ってくるね。あ、他に当たり、当たり、ほら入ってなかった。これ食べたカウントしていいのかな。ダメ。焼き芋ありますよ。あ、そっかそっか。32個目、こちら焼きハマグリでございます。これもまたちょっと違っていいんじゃないですかね。6個目、これも6個目。あ、焼き全然違うね、やっぱ。あ、そう、うん、でもハマグリうまい。うまいね、ハマグリね。うまい、幸せ。こんなハマグリ食えることない。しかもジャリッともせんね、確かに確かに、全然酢入ってないね。刺身醤油くらい。ようやく10個目。これも10個、早いね。これも10個目。マジか。うん、これすごい味だね。お、酒蒸しいっとく。大丈夫、パーンやらんでいい。ありがとう。それは美味しそうだ。熱ね、だし、ね、だしに浸してつけてから、うまい。徳島くん、だしに浸して、だしが出ちゃう。うまい、うまい、うまい。酒蒸し、酒蒸しの味がする。いや、ほんとだ、結構酒が強い。まだ飛び切ってないね、これ。うまっ、ニンニクは効くか。うん、うまい。何しようのそれ。何しようのそれ。いただきます。あ、いただきますね。今から、今からね。10個じゃの感で。えらいね。あのね、意外にね、歯ごたえがあるからさ。ねえ、ね、ほんとにちょっとこれ、ね、大食いには不利なんじゃないの。確かに、よく噛んで、この耳みたいなところがえらいコリコリしてる、スナズリンゴとしてるもん。普通に美味しいんやけど、それが大食いにはちょっと、家族には。ただね、めちゃくちゃうまい。うまい、うまい。おマジで、うん、年の家族だ。13個。3個並ばれた。おいおい、そして誰もいなくなった。ちょっと15やろって。まだ俺っすか、うん、俺20ですよ。15やろ。20ですよ。いや、戻ってきた。ちょっと俺太ったかもしれん。はい、木村です。木村くん、おいしい、おいしい。いや、
博多かソンクルっていうかめちゃうまそうやんこれ。いやめちゃうまい。酒蒸し。あ、まだあるかもしれません。どれ？これ蒸されてる。今開いたばっかりで、こっちはもう完全に。これ完全に。うん、完全に。完全にだけど開いてる。うまいよ。25かな。うまい人。俺もあんな時期あったな。あ、徳ちゃん。徳ちゃん。徳ちゃんです。目が悪くなりました。入れ替わってね。カウンターってあったっけ、はい、俺。いただきます。俺持っとった。うん。カウンターにくる。やじろ。ちょっと見た。やじろ、ほら。おう、俺キモラ。俺キモラ。キモラ、どんな感じですか、いつも。うめ。バー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 耳壊れるかと思った。でも、いつものキモラでしょ。あバいつもだよ。俺もちょっとパーマかけてこようかな。ほんまもうパーマかけてる人いた。うまい。うまい。もう美味しかったね。マグリうますぎやろ。散々さっきまでいっぱい食べたばって。まだまだ食え。DIY は任せて。木村はどんな感じ？バーン！狂ってる。狂ってる。ジョン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 ！ポンポンポン！ポンポンポン！行次郎。はい。あ、徳ちゃん。半生、クソうめえ。どれ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 。ポンポンポン。あっつ。ああパーマかかったパーマ。お児玉さん来た。お児玉さん来た。お児玉さんだ。どういっとったんですか児玉さん。パーマかけてきた。時間かかった。まだまだいけるね。まだまだ全然。まだまだ全然。うん。ねこっちうまくない。おいしか。パーマの方。これも全部いける。うま、うん。これね無限よ。カウントは、うん、カウントはした方がいいですね。このぐらいいける。これ6個ぐらい食うじゃん。木村はどんな感じいつも。パパパパー。ここだわは。まるこ。これポンズじゃないですか。ポンズの語源知ってますか。これポンズやろ。違います。ポンズじゃないです。正確には違います。小沢君いつもそう言うもんね。小沢が二人を。やっと一個食べた。え？小沢さんめっちゃ食ってたよ。まなんで？ハマグリにも巾着袋あるんだね。これがもうポーン。マイクで。細細。合ってるやん。うめぇ、めっちゃうめぇね、ハマグリめっちゃうめぇ、夢が叶ったね。叶ったっすね。ボーッ。いつものキムや。定期的にキムラ君やった。いつものキムラ君や。俺はそんなふうに映ってたんだよ。ちょっとね、といっぱい叫ぶ。これバターはバター。うん、バター。ああ。バターをバタバタ持ってきて。よー。誰ミョンミョンミョン。誰それ。木村バって。だって俺のイメージばっかりさ。いやいや、こんな感じだろ。俺のイメージを。ミョン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 。近所に配ろうか。喜ぶでしょうね。喜ぶと思うよ。めっちゃいいハマグリですよっつって。俺らだけで食ったら申し訳ない。申し訳ないね。無限に食えるけどね。無限に食えるけど。無限にポー。どうするバターいるんだよ。バターいる。俺バターも食べてみたい。うまい。じゃこれオーライバッテンこうかな。ポー。うほうほうほう。それが出ないよ。ちょっとバター。これもう4個も食べた。これ11個。
あ、うまっ。ということで釣り岡恒例の1時間休憩に入ります。はい、ゲームしよう。さて、あれから、はい、休憩して、はい、お、そこになんか、うん、スープみたいなのができてるじゃないですか。出されるのにも甘栗ね。もう物が変わってしまった。けー、これめちゃめちゃうまいやつやん、絶対。キムがトータルで、はい、47個かな。俺が、トータル、52。52。俺がこれ食べたら、トータル、46かな。もう。そして、さっき事務員さんじゃないが、編集者さんがジップロックに、20個、30個詰め込んだかな。事務員さんが、ご近所さんに、まあ、40個、50個配ってきました。そして、あの、その後、近所の人が来て、砂抜きはどうしたらいいですかって言ってきた。ね、もうこれ本当に砂が入ってなくて、入ってない、砂利、一回も砂利ってしてないもんね。もうそのまま食べていいですよっていうことで、はい、ほとんどなくなりました。まあ、美味しいものはね、みんなでね、そうね、シェアしないと。本当よ、無理に食べてもね。みんな喜んでくれるけん、みんなハッピー。マジで配ってきてくれる。ちょっとね、舐めとったね。舐めとったね。あのね、白菜めちゃめちゃうまいんだよ。めっちゃうまいけど、ほんと普通のハマグリよりこれ倍ぐらいあるんじゃねえかってぐらい身がでかいんで、ほんとプリプリね。一個がものすごい食べ応えがあってね。ただハマグリの食える量は分かった。分かった。自分の中で。分かった。一人当たり数をこなそうとするなら、あまりにもいいハマグリはやめとった方がいい。そうね。ちょっとスーパーにプリプリやけどね。まあものすごく美味しいんだよ。ということで、はい。買い。500チャレンジ。チャレンジ成功ということで。そうですね。はい。一人でやるとか言うとなるよね。みんなの力で。こんくらいだけどね。みんなで食べてやる。あ、本当だ。もうだって。釣り岡見てる人は気づいてるはずだから、何個チャレンジとか毎回、あ、もう人はまず変わったんで全然やろうねっていう、何か成し遂げる日が来るのか、成し遂げるって思って見たらいかんけん、これは。美味しいものをどうあがいてき出すかこいつらっていうのを見てもらわんと。今回も一緒やった。今回ね、今回もうね、ちょっとブラック巻き込んだ。今回このご近所さんまで巻き込んでの一大イベントでした。はい、ご協力いただいた丸香水産さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また、なんか美味しいものを頼ませていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。